はい、どうもです。今回はですね、こちらアコウダイっていう食材ですね。今日はなんとですね、視聴者の方からこちらの魚いただきました。いや、ありがたいですよね。本当ありがとうございます。前々からね、知ってる魚ではあったんですけども、まだ食べたことないね、魚なんでね、今回めちゃくちゃ楽しみにしてます。はい、ということで、ね、早速観察していきましょう。はい、ということでこちらアコウダイね、すっごい見た目の魚なんですけども、深海魚なんでこんだけ目が飛び出してるだけで、海底にいる時はね、ちゃんとね、普通の見た目をしてるみたいです。でちなみにこのアコウダイはですね、深海 650m から上がってきたみたいです。でちなみにですね、結構な高級魚でめちゃくちゃ味がいいと言われております。ということで今日はですね、こちらアコウダイを使いまして、塩焼き、そしてアクアパッツァ、こちら2品を作っていこうと思います。で鮮度的にいけそうだったら刺身もね、食べていきましょう。ということで早速さばいていきましょう。それではまずは鱗から落としていきましょう。台風でフェリーが止まってたせいで、これ取れて1週間経ってるんですよ。これ1週間経って刺身いけたらすごいけどな。本当は刺身行きたいんですけどね。もうね、島だとね、すぐフェリー止まりますから。まあ、でもね、船運転してみるとわかる。マジで波立ったら船は出せない。にしても綺麗な身やな。これ普通に買ったらいくらぐらいするんやろうな。相場感わかんないですけど、ありがたいですよね、こんな魚いただいてね。はい、それでは鱗を落とし終わったんで、頭をね、落としていきます。これ頭をね、今日は塩焼きしようと思うんで、頭の身多めにね、切っていきます。普段やらない切り方やりますね。こっから包丁入れて、もうこのままいきます。はい、正直ね、この落とし方が一番楽。まあ、ただこれやるとね、今回潰れなかったんですけど、この苦玉が潰れてね、身についたりだとか、あとはね、ちょっとこっち側の身が少なくなったりするんで、普段やらないんですけど、魚さばき慣れてない人はね、こっちの方が やりやすいんじゃないかな。で、いつもやってる落とし方は、胸びれのね、奥から包丁斜めに入れて、内臓傷つけないように。で、こうやって外す。切り方、まあ、そうすると分かるかな、ここの身がほら、ちょっとね、量が多く取れます。これ頭見たら分かりやすいんじゃないかな。ほら、ここ分の身がね、多く取れます。まあ、逆に言えば、この落とし方すると頭の身が少なくなるんで、塩焼きとかこっちの方がいいかもね。まあ、さばき方いろいろありますよね。 TikTok とかでさ、海外の人がさばいてるの見てると、そんなさばき方あるんや、やっぱ思いますもんね。うお、お腹の中真っ黒ですね。深海魚ってお腹の中黒い膜で覆われてること多いですよね。なんでなんやろ、皆さん教えてください、コメント欄で。え、内臓は結構普通ですね。もうありがたいことに胃の内容物入ってないんで、臭くないですね。ありがたいわ。これ胃の内容物入ってたら、もうここら辺お腹腐ってますからね。はい、そしたらですね、これ頭割っていきます。これ絶対煮付けうまい。お、塩焼きも食いたいな。もう塩焼きしよう。煮付けは動画外でやろう。塩焼きなんて、ね、動画回さない限りやんないからな。うわ、これ楽しみやな。頭割れるかな、これ。おっす、よっしゃ、割れたぜ。これ血じゃないですよ、口の中が赤いんですよ。はい、そしたら割っていきましょう。このまま一夜干しにしたい。じゃあここエラついてるんで、エラ取っていきましょう。ちなみになんですけど、僕食べたことないものをね、いろいろ食べてみたいとか、食を探求したいっていう気持ちが強いんで、いろんな食で食べてますけど、こういうね、うまい確定の食べたことない魚食べるのめちゃめちゃ好きですからね。まずいものを食べたいわけじゃないですからね。だからこういうのも好きですよ、僕実はね。まあ、それで言うと、白甘鯛食べたい。白甘鯛ね、みんな口揃えてめっちゃうまいって言うんですよ。よし、綺麗になりましたと。で、これに血合いがついてて、これ臭いんでね、これ取っていきましょう。血合いを取っていきましょう。これね、動画上で伝わるかわかんないですけど、結構分厚くて、このままだとね、ちょっとね、味が染み込みづらいのかなと思うんで、三枚おろしにして、で、切り身にしてね、料理していきます。で、さすがにね、一週間経ってるんで、この内臓に触れた部分、この辺ちょっと傷んでるんで、辛味はね、ちょっと難しそうですね。じゃあ、三枚おろしていきます。うわ、これはうまそうだ。すごいわ。ほとんどね、内臓脂肪が乗ってない個体だったんですけど、それでも背中の脂がこんだけあるわ。こりゃすごいわ。OK。
ケー。いやこれ1週間経ってますけど全然刺身いけそうですね。で今日はアクアパッツァにするんでこれ出汁に使いましょう。骨からも出汁出ますからね。やっぱヒレはね若干匂いがあるんでこれ取ってます。あとねバラバラにねほどけて口当たり悪くなりますから、ね、じゃあ反対側いきましょう。で、こっち側ももったいないんで出汁に使っていきましょう。 OK。 はい、そしたらまず塩焼きを作っていきましょう。これは楽しみやな。で、ヒレはこれ焦げちゃうんで塩塗り込んでいきましょう。じゃあこちら焼き台にセットしまして、2個置けそうだな。せっかくだから2個焼こうかな。2個焼いていきましょう。よいしょ、セット。いやこれは楽しみですね。さあどうでしょう、焼き具合は。もうちょっとやってなかったな。これは絶対にうまいわ。さていい感じじゃないでしょうか。ちょっと見てみよう。うわこれはうまいわ。それでは2品目アクアパッツァを作っていきましょう。まず腹骨を落としていきます。お腹の部分傷んでるんで多めに落とします。でこっちも落としていきましょう。オッケー。ちょっとせっかくなんで1週間置いた刺身食べてみましょうか。はい、それではいただきます。うまいね、めっちゃ美味しいわ。1週間置いてるんでさすがに臭み出てるかと思ったんですけど全然出てない。うまいわ。そうしましたらですね、骨抜きしていきましょう。うわ、骨硬いわこれ。これ刺さったら痛いぞ。そしたらね、アクアパッツァ用に切っていきましょう。これもうちょいでかくてもいいかもな。こんぐらいでいいかもね。うわ、これはうまいわ。はい、そしたらアクアパッツァこちら4切れを使っていきましょう。まずね、塩振っていきます。塩、はい、そしたら作っていきましょう。まずオリーブオイル、これはな、さすがに確定でうまいと思う。うわ、これは絶対にうまいわ。一旦揚げていきます。うわ、この状態でも絶対うまいわ。そしたらオリーブオイルを一旦捨てまして、そしたら今度ソース作っていきます。オリーブオイルで、これ潰したニンニクですね。とりあえずニンニクに火を入れていきます。で、ある程度火が通ったらアサリです。島にはいないんで冷凍のアサリですね。だいぶ量多かった。で、そして出汁にね、この背骨入れていきましょう。まあ、この背骨に関しては後で取ります。そしてここにトマト入れていきましょう。で、出汁取ったらこれ背骨食べづらいんでどけときましょう。はい、そしたらここ水入れていきます。はい、そしたらスープ完成しましたんで、こちらアコウダイ入れていきましょう。うわ、これは最高だわ。ちょっと味薄いな。どうやろ味。あ、めっちゃいいわ。完成です。
い、それではね、完成しました。いただきます。これはうまそうですよ。これはうまいでしょ。うわ、うまそう。意外と合わん。なるほど、こんな感じなんや。金目鯛とかとろけるような食感イメージしてて、でその食感を求めてちょっとアクアパッツァしたんですけど、意外と食感あるわ。意外すぎてちょっと言葉を失ってます。はい、なんか普通に美味しいよ。はい、それでは塩焼き。こんなんで、ね、もうこれカマちぎってさ、これもうこれこれですよ。ここをね、いただきます。これ塩焼きめっちゃうまいわ。プリップリしててパサパサってよりはすっごい濃い食感あります。でこれ面白いのが1週間置いてるんで一夜干しみたいな味する。めっちゃ味濃いで美味しい。これ両方食べてみて思ったんですけど、出汁半端ねえ。うわ、これフランスパン欲しいわ。出汁がとんでもない。これやっぱり煮つけだわ、絶対煮つけだわ。出汁の旨味が半端じゃないわ。うわ、なるほどね。これは 100% 煮つけの味だわ。ちなみにこんだけちょっと手の込んだ料理したんですけど、なんだかの刺身が一番うまかったわ。はい、それではごちそうさまでした。いやー、うまかったですね。想像と全く違う味だったね。しゃぶしゃぶとか煮つけの方がうまそうだな。まあ、もう一匹分下処理したのがあるね。そっちはね、その食べ方で食べてみましょうか。ということで今回ね、送っていただいた方は、まあ、本当にね、ありがとうございます。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。